2分前です。さあ、少し暖かい日差しが注いでいます。全日本エリート男子、まもなくスタートとなります。さあ、今年の頂上決戦です。エリート男子、全日本選手権スタートまであと1分です。30、25、26、20、
30、5、29、30、4、30、4、40、5、21、40、7、29、3、50、7、38、52、37、39、40、41、すぐ読めない、50、42、95、46、81、48、65、すぐ読めない、50、42、95、49、80、41、48、65、54、70、67、46、65、54、55、Thank you.
Thank you.
入りが悪かった。入り良かったです。入り良かったんですけど、2、3周目が、はい、上がらなかった。上がらなかったです。2、3周目って言ったら、まあ、光と光になったと思うんですけど、光と光ってあれで、どのぐらい回ってたんですか。2周、3周もう1人になってからは一人に、まあ、なるタイム、ちょうどヒカがパンクした時と、うんうん、俺がペース上げようと思ってたっていう時と、まあ、ピットとちょっと相談して、うん、まあ、ちょっとバイクに抵抗やってから、うん、一気に、まあ、そこから踏めたんですけど、うん、まあ、それとちょうどあれがタイミングがマッチして、まあ、その後もちょっと走りが雑になった場面があったから、こまめにパンクしてないかだけチェックするために、うん、まあ、ラップタイム後ろとの差が開いてるのを確認したから、まあ、確実に勝てるように、うん、ちょっと打ったなと思ったらもうね、ヒカみたいなタイミングでパンクしたら嫌やったんで、うん、まあ、30秒ぐらい前詰まったらもう一回上げなあかんなって感じ、うん、もうしっかり落ち着いてる。それは後ろの様子を見ながら、はい、まあ、最後はこのピンクちゃんでゴールしたかった。最後の半周だけこれで走って、はい、これで走りだこれそれはこれなんでこれゴールしたかったんですよ。そうなの。なんか、うん、気に入ってるから色がはい。あのフィニッシュラインの写真誰かさんに上げてもらった時に、うんうん、これの方がいいんだ余裕だね。まあ前半しっかり勝って、前半ヒカルくんと一緒に走る時は2人どんな感じだった。まあヒカは多分めっちゃ調子良かったと思いますけど、多分今日多分めっちゃ悔しいと思う。めっちゃ踏めてたし、うん、僕はもういっぱいいっぱいでヒカのペースにちょっとつい引っ張られるような感じで、いっぱいいっぱいだったってのはやっぱ 2,3 周目が、まあ 2,3 周目ですよね。ちょうど1周目はヒカル君どうだった。調子良かったのにちょっともったいないな。最悪でしたね。あパンク、うん、どうだった。あ7番かな。マジか。全然じゃなくて、ああ何した。パンクした。どこで。ピットの真横で抜けてるのに気づいて。ああそうな。一番長くてさ。ああ本当だよ。どこでやったん。そこか。いやかな、多分この辺だと思うけど。いやもったいないな。かなり悔しい。カメラマンになっちゃった。ちょっと今日は難所ですね。今日は蜂に刺されなかったよ。ベテランやっぱ刺されやすいんですかね。あ、すいません。はい。どうも、アジュ。ごめん。どうだった。いや追い込んだんですけどね。追い込んだね。でもやっぱ先頭立ってないんで、うん、もうそれがダメですね。やっぱ先頭立たないと、うん、あのレースのトパラスしてたら言えないんで、うん、やっぱちょっとそこが課題ですね。まあちょっとなんか最近スタートがあんま決まんなくて、うんうん、余裕はあるんだけどペースが上がんないみたいな感じが続いてるんで、うん、でもまだあの今年シクロシーズン長いんで、うん、あんま焦らずにこれからまた仕上げていきたいと思います。言い方があれやな。でも2周目、3周目とかある程度こうセーブしながら行ってたから、後半にかけて上げていけるかと思ったんですけど、調子も良かったし、よかった、最後まで一緒に行けると思ってたんじゃない。思ってた。やべえ、めっちゃ今日絡んだレースになると思って。そうそう、最悪だったよ、もうタイミングがさ。ピット、下ってきてピットの横で、ピットの横？ピットの横で抜いてったじゃん。うんうん。その時にダンシングしてついてったら、あれって思ってたらズリズリしてそう。ああと思って、ちょうどあれタイミングペース上げようと思って。一番遠かったからさ、一瞬やったよね。
結構そうだね、すごい抜けちゃって、ズリズリしたそれでは表彰です。よろしくお願いいたします。送られます。続いてメダルが送られます。そして表彰状、三女澤田咲選手に送られます。表彰状です。おめでとうございます。お賞金ありがとうございます。お話聞きましょう。竹野内優選手 V3 おめでとうございます。ありがとうございました。振り返ってまず一言お願いします。まあ、どうでしょうね。ラッキーって言ったらラッキーだと思います。残念って言ったらちょっと残念です。残念というのはもっとやはり戦いたかったというそんなところですか。いや、戦いたくはないかもしれないですけどやっぱりね、ちょっとタイミング悪くパンク引っかかしちゃって、で僕ももう初めから絶対もうぶっちぎりだろうと思ってたんですけど、まあ、気持ちだけで実際はやっぱ引っかかったレースなんで、あ、今日はこういう展開かと、レースいつ動くかなと。で、まあ僕もちょっとピットと相談してバイク交換してからペース一気に上げれたんで、まあ、そのタイミングと引っかのパンクのタイミングは重なっちゃったんです。じゃあこれで V3 です。改めてこのチャンピオンジャージに袖を通し全日本チャンピオンになった感想を一言お願いします。そうですね、3連覇ってことで本当にお世話になって、ボキソさん、東洋さん、本当大栗さん、いろんなね、OGK さん、いろんなスポンサーの皆さん、ありがとうございますって気持ちと同時に、今日辻浦さんがね、レース前来てくれて、何緊張してんねんって言われてずっとバレてるまあ、けど本当、辻浦さん、改めて今日のレース走りながらも尊敬しました。またこれからも頑張ります。そしてなんといってもこれだけの U 応援団の皆さんの声が届いていたと思います。応援の皆さんに最後に一言。本当に地元関西でこうやって全日本選手権できるのは本当に嬉しく思ってます。ありがとうございました。応援これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。さあ、それでは一言ずつですが、小坂ひかり選手、そして澤田咲選手、お話伺います。振り返って一言。そうですね、まあ僕の本当に最大の目標がここで勝つことだったんで、この1年間、まあ、今日のためにやってきて、まあ、こういう結果に終わってしまったのは本当に残念なんですけど、本当に今日も宇都宮ブリッツェンシクロクロスチームで本当にサポート、万全のサポートしてもらって、本当にたくさんの応援を宇都宮からも、まあ、今日本当に応援に駆けつけてくれた人からもたくさんの応援もらって、走ると本当に幸せです。もう本当に勝ちたかった、その一言です。それだけです。またの活躍をぜひぜひ、ね、期待して約束してというところで、小坂ひかり選手第2位でございます。さあ、そして最後悔しそうなフィニッシュになりましたが、澤田咲選手一言お願いします。そうですね、僕も、2位を狙ってたわけでもないですし、じゃあ、全然満足はできないなんですけど、まあまあ、またこれからシクロクロス、ワールドカップもこれから回って成長していけるシーズンだと私は思ってるんで、もっと上を見て頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。さあ、それでは記念撮影のお時間とさせていただきます。皆さんご準備よろしいでしょうか。マイク上げますね。よろしくお願いします。そうですね、今日はジュニアのレースを見てたんですけど、すごくゴールスプリントで泣いてしまってなんていうんですかね、僕より下というか、そのアンダーとジュニアの選手、本当にみんなで仲はいいんですけど、全然その緩くならずに毎回いいレースできてると思うんで、まあ、もっと3人でも
日本のトップ取るぐらいの勢いでいきたいと思います。世界の時期待してます。はい、これからも頑張るんでよろしくお願いします。さあ、そして井上山の前よりもなかなかちょっと自分の走りができなかったのかなというところでしたが、小橋選手ようやくお話聞けますね。はい、そうですね、まあ前回前々回とシクロ、まあ、そんなにシクロの経験がなくて、まあ、なるべく全日本までに経験をたくさん積みたいなと思って、まあ、いろんな大会参加させていただいたんですけども、まあ、なかなか機材トラブルが等々ありまして、まあ、後で言うんで大丈夫ですよ。それで、まあ、なかなか思った走りができなかったんですけど、まあ、今回は自転車機材面でサポートをたくさんいただいて、またあのトキさんの練習を特訓もさせていただいて、今言わせるのか表彰台に乗せていただきました。はい、ありがとうございます。あの横からトキさんと練習した成果だって言えって最初からねサジェッション入ってましたけども、なかなかいい。でもこうね、ライバル同士でまたクロスでもぜひ小林選手も。はい、今日は、僕はそうですね、5位を狙ったわけでも4位を狙ったわけでも3位を狙ったわけでも2位を狙ったわけでもなく、優勝を狙ってたんですが、まあ、なかなか思うような走りができなくて本当に悔しいです。まあ、これからのまたコータの攻めの走りを期待している人も多いと思います。応援の皆さんに一言。そうですね、これからはもう本当にもう頑張りたいと思うので、はい、応援よろしくお願いします。